ようこそ,うこそエナシフ TV へ本日は大間原発の話題です大間原発ですね、はい、以前 J パワーを紹介しましたけれども、はい、J パワーの経営課題というとやはり今たくさんある石炭火力どうやっていくんだってことありますよね、うんうん、そうですねでも J パワー抱えてる課題それだけじゃないんです、うん、大間原発これも J パワーにとって大きい課題なんですよ 原発どういうものかっていいますと<は>青森県の小間町、はい、ここに建設中のフルモックス a b w r なんですよ。出、うん、力138.3万キロワットで運転開始が未定の原発なんですけれども、はい、これはフルモックス a b w r って言ってるんですけども、うん、ABWR っていうのは東京電力の柏崎刈羽原発6号機、七号機と同じ型なんですよ。うん、これにモックス燃料先日最初のところでお話しましたけれどもフ、はい、ルトニウムを使った燃料これをフルで装備しても使える原子炉フルモックス a b w r って言ってるんですよ。なるほど普通のの原子炉ですとこのモックス燃料 大体いい3分の1ぐらいまで使えるんですけどこれフリで使える最初にしたプルトニウムがンガン使えるぞっていうところなんですけれどもねなんでこういうものを作るかっていうと核燃料サークルでプルトニウムどんどんできるんでこれを維持して使っていくために作るんですけれども。 最初より本当に進めていいんですかと走って,話してましたよねそうですね以前も出てましたね変わってくるんですちょっと次見てみましょう大間原発ちゃんと歴史もあるんです1954年ほぼ J ーバーできたぐらいの時期には原子力の調査研究も着手してるんですそんな前から研究されてたんです、ね、そうなんですよでしかもロケもだいたい決まってて1960年には新型転換炉不原の開発プロジェクトも協力してるんです、うん、新型転換炉っていうのは、はい、普通の原子力発電のは軽水炉って言いまして普通の水使うんですけれども、はい、不原の場合は重水って言いましてこの水素に 一個中性子がくっついてちょっと重い水素があるんですよ、はい、これを使った原子炉なんですよ、うん、それだと何がいいんですかです中性子スピードが遅くなるんで、うん、いろんな燃料使えるんですなるほど。例えば天然ウランも使えるし、はい、濃縮ウランも使えるんですけど、うん、当然プルトニウムも使えるし、うん、その他に使用済み核燃料が出てきた他のものも使えたりするんですよ、うんうん いいろろな種類ものが使えるんですね何でも燃料できるんで当時原子力業界の人たちはこの新型転換炉ダボハゼロとか言ってたんですダボゼロ特にフルトニウムをちゃんと使っていくということで開発進めてましてこの不原はちゃんとできて終わって取り壊してるんですけれどもところで気がつきました不原もモンジュってありましたよねこの前ありましたね高速増殖でモンジュこれペアで考えてくださいそれぞれのフルトニウム使う新しい原子炉ということでモンジュと不原が作られてそれでこの名前でですもどっちもその後商用化されてないっていうなかなかつらいところがあるんですけど うん、それから1976年には大間町の商工会が町議会に対して環境調査実施を請願していますそして1982年、はい、この時にはもう原子力委員会は j パ a ーを主体とする新型転換炉の実証量つまり普遍をさらにスケールアップしたものを作るってこと、うん、これを決定してるんですよそして1 9 8 4年に大間町の議会が原発事業決定してますでここで決定した原子炉っていうのはさっき言いました新型転換炉で出力は60万キロワット、はい、問題は発電コストだったんですコストが高かった かかったんですよ。うん、電気いくらで売るんですかって時に、はい、J パワーはだいたいキロあったら47円ぐらいどうですかってことで東京電力が言うわけですよ、はい、いやと47円で電気買って25円とか30で売るんですか、はい、そうですよねちょっとじゃあ買わないってなっちゃいますよねそうなんですよさすがにそれやめてくれと、はい、そんなにお金がかかるんだったら新型転からの検査を注意しろということで、うん、でもそれ注意した後核燃料災害に影響が出てくるんで、うん フルモックスの ABWR にして、そこでちゃんとプルトニウム燃やせばいいじゃないかということになったんです。はいうん、なるほど。それで1999年には電源開発基本契約に組み入れまして、はい、2000年には準備工事着手、そして2008年予約着工するんですよ。 2008年になんですね50年以上かかってるんですよ、うん、かなりかかりましたねでしかもその後も13年かかってるんですけれども現在の工事進捗率は土木工事で6割建物工事と機械電気工事約4割というふうになってますん進んでるもののっていう13年か,かってそこまで進んでないでこれ審査による工事中断確かにあるんですでその後原子力規制委員会がじゃあ本当に大丈夫なのか安全規制もう一回見直します審査の影響でその間も工事はほとんどできてないんですでもそれだけじゃないんじゃないかなってこともあるんですけれどもね、うん 核燃料作業おさらいになるんですけれども、はい、J パワーと核燃料サイクルの関係、うん、ウラン資源の有効利用のために核燃料サイクルす使用済み燃料からプルトニウムを取り出して、もう一回使えますということが、もちろん核燃料サイクルとして、日本の国策としてあったわけです、はい、でそのために、先ほど言いました、高速増殖量と新型転換の検討されるわけです、うんはい、この2つはプルトニウム燃やせるからいいねと、で動力炉、核燃料開発事業団、これが空源と文字を作ってやったんですけれども、その後の実証炉については、新型転換炉は J パワー。 そして高速増殖量これについては日本原子力発電という会社があるんですけれども、うん、そこが建設する予定だったんです予定だった結果としてどちらも実証ができなくて一生懸命作ったんだけど先がなかったなと、うん、ということでモックス燃料にしてプルトニウムどんどん消費する軽水路に変更したそこまでやってなおかつ核燃料サイクルを維持するということなんですよ、うん、なるほどそもそも j ーパーという会社か以前お話したと思うんですけれども、はい、民間ではできないような電源を開発する会社でした、うん、例えば大規模水力発電投資回収長いんでなかなか民間で,できないんです、はい 国内産の石炭火力発電所、これもなかなかできないです、そういうものは国策、国営の会社でやっていくということで、j パワーが開発してきたわけですよ。うん、同じように新型転換炉、核燃料サークルを扱うような原子力発電所、うん、これについて国策、国営でやっていくということで、パワーが進めてきたわけなんですところが、今現在、j パワー民間会社ですよね、上場企業ですよね。うんうん この会社が国策国営ても、はい、国策民営なった時に本当にできるんですか。なかなか厳しそうですね。そうなんです。はい、ですから、ひょっとしたらこれジェーパイとってお荷物ではないかってことなんですよ。うーん そういった意味でお荷物だったんじゃないかってことだったんですねその通りなんです反対運動も実際あります1986年から地元の反対運動がありまして土地占い運動ってあるんですよ土地占らなければ勝ちませんからねそういうことで最後まで占らなかった土地あるんですけれどもしょうがないんで J パワーは設計を変更して路芯近くの土地買えなかったんでその路芯を移動して今建設しているということになりますもともと実は大間で原発4基ぐらい建つぐらいの土地は確保する予定だったんでそれできちゃうんですけれどもねそれから震災後なんですけれども半径30キロ圏内って原子力 出してダメだって言えるんですよ。その中に函館市が入ってるんですよ。函館市からも反対の声があったということですかありま函館市は反対してます。<ー>そんなところ危ないじゃないかと。そうですよね。しかもフルモックスですから、ねうん、フルトニウムの量多いですから強く反対しているというのは現状です。でも大ー,ー原発の問題、これだけじゃい,いです。はい、電量回しやりたいかというと、はい、実は電量回しもやりたくないんじゃないかなと。 実際に電力会社の人に話を聞くと、うん、はい、あんなところに原発作ってみらないよねっ言います。そんな声もあるんですね。そうなんです。しかも新型ガル電からの47年高いから買えないって言いましたよね。はいうん、そうですね。今の温水原発電気買えるんですかと木炭量高いんですよ。結局高いんですね。結局電気高くなるってくるんで、はいうん、買うんですか？はい、いや高い電気買いたくないよね。自由化もしてるし。そういった意味でやりたくないって声があると。ありますね。 実は、j、パーもやりたくなないんじゃ確かなとに j ーパーの人は、ね、それ言わないですけれどもうーんって感じで<ー>持ってる感じするんですけれどもね民間企業はですねもう利益が出せる事業って思えないんですよこれだとしたらばやっぱりやりたくないんじゃないかなとなるほど先ほど工事なかなか進んでなかったですよねす工事はわざとゆっくり進めてるんじゃないか確信犯的に<ー>ですからこれ完成というよりもとりあえず時間稼ぎをしておこうかなとどうなんでしょうねって聞きたいところですここはちょっとフルモックス AB だけなんですけども、はい、この発電所これ自身も実は結構いろ 問題ありま,すまず木製燃料の問題としてこの図プルトニウムこのぐらい使ってるよっていう図なんですけれども、はい、これも前回紹介しましたけれどもプルトニウム性質違います裏燃料と。はい 例えば有点違う話しましたよね、うん、ちょっっとと溶けやすいとか熱伝導率も変わってくるんです発生すすするるガスも変わってくるんです、うん、ですから例えば燃料集合体ウラン燃料でしたらこのぐらいまで入れるところをガスがたくさん出るんでちょっとこの辺少なめにしてガス多くしようかなとかそんなようなこともしてますそれからウラン燃料と木質燃料の間では占領率違うんですよ木質燃料多いんですということは専用の装置を使って作業しなきゃいけないいろいろ工夫はされてるんですねそうなんです次の図に見ていただくと分かるんですけど、はい、この右側の写真これ専用の装置なんですよ となってくるその上、木質燃料、使用済み燃料、中のものが異なってるんで、発熱量も変わってきますし、はい、冷えにくいんです、長い時間プールに沈めなきゃいけない、しかも、ウラン燃料に比べる中性子を吸収しやすい、そのために、原子力発電の中には、放素が入ってる制御棒ってあって、はい、それで核分裂のを制御してるんですけれども、 酵素水のタンクを多くして、中性子を吸収しやすい酵素の制御棒を入れて。いろんな工夫をして、フルモックスにできるようにしてるんですよ。ですから、設備としてもそれだけいろいろ手間がかかってるんです。なるほど。そして、お値段なんですよ。モックス燃料。確かに高い。はい、これは国も認めてるんです。燃料会社も認めてるんです。どのぐらい高いか。だいたい普通のウラン燃料の、1割程度。 高いいととうことは認めてます、うん、でも1割程度くらいでではあるんですねそうなんですよですすから、軽水路で普通に3分の1を使ったときには1割、これはさらに3分の1料金かかるけれども、うん、それは料金で吸収できるだろうなってしてたんですけれども、うん、新聞報道によりますと、うん、高浜原発の木質燃料の価格、ウラン燃料の9倍。そう 何ですか？5倍から9倍って報道があるんで、はい、そうするとフルの燃料全部が5倍から9倍高かったらば電気料金高くなりますよね。そうですよね。で、そうやって高くできた電気を。 買いますか皆さんということになりますそういった意味でも大間原発なかなか進めれないところではあるんですねその通りですちょっとまとめいきたいんですけれども、はい、j − p a は青森県の大間町に、はい、フルモックスの原発を作るというのが目的です日本は国として核燃料サイクルやっていくんだからプルトニウムを使わなきゃいけないんだから、うん、こういうフルモックスの原発も作らなきゃいけないというのが目的です、うん、そして j − p a はもともとは民間では作れない発電所を作ってきたそれがミッションでした、はい でも今民間企業なんです民間で作れないものを民間企業に作れってそれ無理なんですよ。うん、結果として大間原発発電コスト高くなりそうなんですよどう考えても木栓量高い施設費もろ手間かかってるししかも核燃料破綻してるわけですよ、はい、そうなってくるといらないんじゃないかって話できてもおかしくないわけですよしかも反対も強いんです特に地元の反対運動だけじゃなくて 北海道の函館市強く反対してるわわけけででですすよ、うん、それも無視できないわけですよ、はい、最終日中止論も出る中では大間原発正直存在失ってるんじゃないかなとで何よりも j パワーせっかく見えかして j パワーにとって、はい、大間原発これお荷物なんじゃないかなと民間企業としてこれから成長していくためにはどっかでこの大間原発切り離していかないと、うん、後々大変なんじゃないかなとそんなふうに思うわけですよ、うん、国策のものなんで、はい、国を一緒になって大間原発本当にどうしていくか、うん、考えていただきたいと思いますしそれが j パワーの成長にもつながっていく と思うんですけれどもいかがでしょうかこのチャンネルではガスタンスを軸とした情報配信を行っておりますチャンネル登録高評価通知もオンでお願いしますコメントもお待ちしておりますそれではまた次回、はい